ひよりんごです。今日の動画はじゃん、こちら大人のおしゃれ手帳を買ってきました。お値段が920円で発売日が毎月7日になります。ということでね、今回の付録が私の大好きなリュックだったんですよ。しかもの津森千里さんのリュックだったんです。なので買ってきてみました。どうかな、なんか A4 のサイズすっぽりって書いてあったから結構大きいと思うんだよね。ということで早速開けていきたいと思います。ちょっとね、重みがあります。重たい。もしかしていいんじゃないか重さだけで判断できませんのが。はい、ということで早速開けていきたいと思います。3、2、1、じゃん。お、お、じゃんじゃんじゃん。お、え、あ、こうか、こんな感じ。あ、すごい四角いタイプのバッグです。大人っぽい、やっぱり大人のおしゃれ手帳なだけあって大人っぽいです。まずですね、外見がこんな感じ。見て、チャームが、つもりちさつさんのチャーム、猫ちゃんのチャームですね。ここを開けてみると、あ、中がピンクだ。ポケットになってます。大きいポケットね。そして上のファスナーを開けるとすごい開けやすい。じゃーん、こんな感じ。中ポケットも一つあります。一つある。で、こんな感じです。試しに A4 サイズの雑誌を入れてみたいと思います。お、すっぽり入ります。あ、結構すっぽり入る。こんな感じでね、下がね、生地が違って革調になってます。こんな感じ。リュックの長さ調節は可能になってます。でもこれちょっと長すぎると変だから、なんか今日の格好にちょっと合うかなと思って意識してみましたが、じゃん、こんな感じでございます。どうですか？普通に可愛い。なんかちょっとチャッチーかなって思ったんですよ。でも背負ってみたら可愛い。もうちょっと下にしよっか。なんかさ、頭良さそうに見えるわかりますか？なんかこの形頭良さそうに見えません？じゃーん、こんな感じ。え、普通に可愛い。ただね、ちょっとね、ここがね、心細いかもしれない。そんなに強くできてなさそうだなって思いました、紐が。なのでそんな重いものを入れたら切れてしまう可能性があるかもしれないけど、なんだろう、920円の付録にしては私はいいなと思いました。ただこれがムック本で付いてたらちょっと話は別かもしれない。2000円だったら、もうちょっとしっかりできてたらよかったなって思うかもしれないんですけど、920円の普通の付録のリュックとしてはすごく可愛いなと思いましたし、背負った感じ頭良さそうに見えるので、私はね、嫌いじゃない。なんかこういうワンピースとか秋服にも合うかもしれないなって思いました。うん、可愛くないですか？どうですか？ってことで、飲みかけのペットボトルで大きさ検証をしていこうのコーナーでございます。あー、今日がですね、スポーツドリンクでやっていきます。ここがこんな感じです。そしてもうね、全然大きいんです。なんでペットボトルが入らないとか、なんか持っていくものが入らないとかいう心配はないと思う。結構大きめだから。しかもマチもね、少ないですがあるので、持ち物が入らないよってことはないと思います。ただパンパンにしてしまうとちょっと変なのかなと思うので、パンパンにはしない方がいいと思う。あとね、重いものを入れるとちょっとこの持ち手が心配だなっていうのがあるので、私はこのバッグを使うときできるだけ軽め、長財布ではなくて三つ折り財布とか、あとメイク用品も全部持っていくんじゃなくてチークとリップだけにするとか、軽いものを入れて持ち歩こうかなと思います。ただお出かけにも全然使えると思います。高級感がないわけではないです。チャッチーわけではないので、普通に使っていこうと思います。そして次回号の付録紹介をしていきたいと思います。次回号の付録がじゃん、なんかいっぱいついてる。トートバッグと副さとポーチがついてるみたいです。これも結構大人っぽそうじゃないですか。柄とかも結構大人っぽい感じがします。なんか着物とかに合いそうじゃないですかということで、次回号も店頭で私はチェックしてみようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
も一日お疲れ様でした。ゆっくり眠ってください。おやすみー。